がんと診断されて、これから放射線治療や抗がん剤治療を始める方へ。治療を始める前に、卵子や精子の凍結保存について考えてみませんか？がんと診断され、これからがん治療を始める方、そのご家族は不安でいっぱいでしょう。でも今は、がんは治る病気です。未来に希望を持って治療に取り組んでいきましょう。ここで一つ知っていただきたいことがあります。近年の医学の進歩で、がんの治療成績は向上してきましたが、がんの治療の中には、副作用として卵子や精子にダメージを与え、赤ちゃんが授かれない状況になることもあるのです。赤ちゃんを授かれないかもしれない？今の時点ではそこまで考えられない。そう思われるのは当然だと思います。気持ちはお察しします。でもがんが治った後のことを考え、がん治療を始める前に考えていただきたいのです。子供はいらないよ。今パートナーがいない方も、将来パートナーができた時、がんが治った後、お子様を欲しいという気持ちになるかもしれません。治療の前に卵子や精子などの凍結保存をしておけば、将来お子様を授かりたいと思った時に生殖医療につなげることができるのです。結婚の予定はまだありません。パートナーができた時、卵を凍結していることを言い出せないかも。確かに言い出しにくいことかもしれません。ただ卵子や精子の凍結保存を行うことは、通常抗がん剤、放射線治療の前に決断しなくてはなりません。これまではがん治療が終わった後、卵子や精子がダメージを受け、お子様を授かるチャンスを失ってしまったことに気づき、落胆される患者様が多くいらっしゃいました。がんを克服し、通常通りの生活が送れるようになり、パートナーもできた時に赤ちゃんが欲しいと思ってからでは遅いこともあるのです。凍結保存の方法はいくつかあります。いずれも抗がん剤、放射線治療を始める前に卵子、精子などを凍結保存し、病気が治癒した後に体外受精などの生殖医療により妊娠する力を温存することができます。これを妊幼脳の温存と言います。卵子、精子を凍結保存する方法。女性の場合は卵子を、男性の場合は精子を採取して凍結保存する方法です。受精卵を凍結保存する方法。パートナーが決まっている場合は、体外受精により精子と受精させた受精卵を凍結保存する方法もあります。妊娠成績の観点から、あなたにパートナーがいらっしゃる場合には、こちらが第一選択となります。卵巣組織を凍結保存する方法。女性には卵巣が2つあります。そのうち片側、もしくは一部を取り出し、卵巣組織を切り取り凍結保存する方法です。卵子および精子などの生殖細胞や受精卵の凍結保存の適用となる病気には、がんの他に血液の病気、膠原病などの免疫疾患など様々な病気があります。これらの治療の副作用で子供を授かることができなくなる可能性がある場合には、専門の医師にご相談ください。先ほど生殖細胞の凍結保存には3つの方法があると言いました。もう少し詳しくその手法をご説明しましょう。パートナーが決まっている場合は、受精卵を凍結保存する方法もあります。女性の場合、自然に育ってくる卵子を採取する方法と、卵巣を刺激し一度に複数の卵子を採取する方法の2通りがあります。卵子を採取する際には、必要に応じて麻酔を行い、超音波ガイドのもと専用の採卵針で卵胞液、卵子を吸引します。そしてパートナーの精子と体外受精させ培養します。これは培養の様子を撮影したものです。受精卵はおよそ5日間かけて分割を繰り返し、
胎児と胎盤になる細胞に分化した胚盤放棄胚となり、子宮の中に着床します。受精卵凍結とは、その途中段階である分割期胚、もしくは胚盤放棄胚などで凍結保存することです。病気が治った後に主治医から妊娠の許可が出た場合、凍結しておいた受精卵を誘拐し、子宮の中に移植します。パートナーのいない方も、受精卵でなく卵子、精子を凍結する方法もあります。その他に、卵巣の組織を手術により採取して凍結する方法もあります。女性には卵巣が2つあります。手術により片側、もしくは一部を取り出し、卵巣組織を凍結保存します。病気が治った後、凍結させた卵巣組織を誘拐し、体内の元の卵巣の近い部位に移植します。移植後、数ヶ月すると、移植した卵巣組織から排卵が起こります。今のところ、排卵持続期間は限られていますが、この排卵を用いて、自然妊娠、あるいは体外受精などの生殖医療につなげていくことができます。それぞれの方法には、長所と短所があります。女性の場合は、受精卵凍結、卵子、卵巣組織凍結が選択肢としてあります。男性の場合は、精子凍結を行います。詳しくは、専門の医師にお問い合わせください。若いがん患者様は、治療の進歩により、がんが治った後に赤ちゃんを授かることが最近可能になってきています。がんと診断された場合、将来の妊孕性を考えて、まず我々に相談をしてみてください。近年の医療の進歩により、がんの克服とその後に子供を産み育てることを諦めなくて済む場合があります。そのための妊孕脳の温存の方法をお伝えいたしました。何より大事なのはあなた自身のこと。あなたの人生を大切に過ごしていただくために、がん治療開始前に治療後の将来の生活も考え、がんのことや治療のことを一緒に考えていきましょう。